信号の音。もうな、そんなもん何回だよ、何回目だよ。たかし、ドカ X、野田、俺、セクシンゴでしょ？そりゃ、もんちゃんに好き好き言われたら、本気になるわ。みんなそれでね、もんちゃんにメロメロになって、ね？本当に好きなのかと思って、そんだけだって、手とか繋いでくるんだよ。ボディタッチとかもすごいすげえ。セクシンゴもそれ、分かったはずだよ、マジで。うん。もんちゃんって、普通に手とか握ったりするから。だってドカ X がおかしくなら何か知ってる？うん。ドカ X の家に、モンちゃんが二人で泊まって、で、ドカ X ね、一緒に布団に寝て、ドカ X の手とか握って寝てたんだって。うん。そしたら、ドカ X は勘違いしちゃったんだ。そういうことを平気でやる女だから。そう、クボケって誰か知らないけど、そいつも、だから、モンちゃんはあと1ヶ月後ぐらいディスり始めんじゃない？うん。そう、クボケンってやつは知らないけど、クボケンが、ね、好きってなったと、なったら突き放すから、モンちゃんは。そのパターンが多すぎる。突き放すか、またそれ。うん。好きって本気になって、モンちゃんに近づくと、モンちゃんは突き放すから。そのパターン、もう、もんちゃん。毎回そのパターン。ほんと毎回そうだよ。じゃ、バンになどしてみろよ！おい。運営、な。今、お前が、ね、運営水増しして、ね、アイテムを、ね、桜やってよ。な。水ね、閲覧水増し、桜やってる。そのもんちゃんは、俺が見つけ出したんだ、ボケが。どうだろう。よっさんファミリーがあって、もんちゃんが今輝いてんだ。おい。バンにしてみろよ。そのもんちゃんね、お前らが契約して、運営が契約してる、お前ら契約してるもんちゃんが知らねえけどよ。そのもんちゃんを一番最初に、ね、ニコ生、ね、常時3000、4000放送あんだから、ダイヤの原石をモンちゃんを見つけ出してやったんだよ、俺がよ！おい！俺なんだよ！モンちゃんの師匠は。わかってんのか、お前、運営、お前、バンにしてっけどよ。俺とモンちゃんの関係は深いんだよ。俺が一番ね、俺がモンちゃんをニコ生で見つけ出さなかったら、モンちゃんは今いないからね。それだけは言っとくよ、運営さん。ね。ああ。俺が、モンちゃんを、ニコ生時代に、見つけ出して、ここまで、モンちゃんを育て上げてきたんだから、俺は。よっさんファミリーのエースとして。うん。うん。そうだよ。俺が、モンちゃんは一番最初に見つけ出したんだから、よっさんファミリーで。カンボジア人は土色だよ。うん、そう。まあ、ヒドンナさんでも最近閲覧あるよね。ヒドンナさん。ヒドンナさんは最近ね、ブレイクしてるよね。え？いや、これ人種差別じゃないんだってね。え、何？カンボジア人の色は土色って言ったら人種差別なの？これ。いやないでしょ、だって。うん。さすがにこれでバンにはならないでしょ。また。いや、なんないだろ。だってカンボジアじゃ土、肌が土色って言ってただけでバンなんの？それは人種差別じゃないじゃん。それは政府でしょ。ありがとう、匿名さん。大丈夫なんで。ありがとう。ひらがな2文字の方、ありがとう。うん、やるとね。いや、土色ってだって土色じゃん、だって。小学生だって言うじゃん。カンボジア人を見て、この人の肌何色に見えるって言ったら、ね。土か茶色に見えるよって言うじゃん。小学生でも。
何にもね、それ人種差別になるんだって。土色で。小学生でもだってさ、言うじゃん、茶色だよって。うん、肌何色に見えるって言うと、小学生でも、ね、土色ってなるじゃん。だって。正面行くそれは自信だな。OK じゃん。うん。いいだな。自信なくだ。ありがとう。あ、誰だこれ。ありがとうございます。匿名さん。匿名さん、花火ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。花火。ありがとう。いや、ここらじゃ俺はメインしかやらないから。まだ1000って、まだ行ってないの？ 1000 行ってないまだ。あと34人かな ?34 人予想。まあ予想ってもあとまだ2時間以上あるからね。うん。で、そんな早く聞いてもしょうがない。2時間以上あるんだよ。で、どうせみんなパッドで買うんじゃないの。うん。じゃあ、線でバカ馬を発表するわ。閲覧線で。うん。閲覧線で、京都記念のバカ馬発表しますじゃあ。うん。閲覧戦で京都記念バカ馬。あ、ソフィーヤさん花火ありがとうございます。ソフィーヤさん花火ありがとうございます。スパークのディスは、うん、だってスパークってはもうやらないんでしょ。うん。スポンサー誰なのあれ。なんか、フリーダさんがスポンサー降りたらしいじゃん。うん。あれもうやらないんじゃないの？で、もう、なんていうの？もう、政治とかもスパーク出ないで、もうみんなスパーク辞退してんじゃん。うん。誰もやらないよね、スパークなんて。誰が参加すんだよ、スパークって。スパークって誰がやんの。ドレさんも消えたよ。うん。そう。うん。スパークなんてさ、だ無名がっつったら便所ぐらいの、まあね、石川を売名に使ってね。
石川のケツ舐めて生きた人間がやるんだったらまだマシだよ。だけど、原田芳樹ってね、ゴミが、ね、いや、開催したところで、ね、誰も集まらないよね。閲覧100もいかない雑魚が。あ、店長さんありがとうございます。店長さん、アナミありがとうございます。